では今回はエグゼがもう思い切って作ったこちらのお車、ロールスロイスファントム、ファントム8ですね。8ですね。8のシリーズ2を紹介していきたいと思います。こちらのボディカラーなんですが、はい、アッパーツートン。アッパーツートンにしました。はい、オプションで、下がパープルで上がホワイトのツートンになっています。それに合わせてコーチラインがホワイトになっていますと。もともとはパープル一色にしようかなと思ってたんですけど、うんうん、まあ、せっかくあのインテリアもね、はい、白、ある程度も白にしたいなっていうのがあったので、思い切ってアッパーツートンにボディもちょっとホワイトを加えたっていうところです。ではこちらのホイール、はい、22インチフォージドフルポリッシュドのセブンスポークになっています。でボディカラーと合わせてこのセンターの部分がパープルに変わっているところが特徴になっています。このシリーズ2も、うん、あのオプションホイールが増えまして、はい、増えてその中からどうしようかと、まあ、ちょっとギラついた感ポリッシュで行きたいなっていうところでこのホイールをチョイスしました、はい、では次に中、なんかインテリア行きますか、はい、結構オプションがついておりますのでそこを細かく見せていきたいと思います。はい、こちらのドア開けますと、あ、ついてないんですがこちらのステップですね、これ LED でファントムって光るようになっています。こちらもオプションでついてます。こちらのドアを見ますとこの部分ですね、スピーカーなんですけど、あのビススポークオーディオのオプションがついてて一番いいスピーカーに変わっています。で特徴がこちらのゴールドですね、色がゴールドに変わっているところがあの特徴になります。はい、先ほど伊田さんが言いましたが、あのインテリアもあのボディと一緒で、あのホワイトとパープルのツートンになっています。ベースはホワイトで、あのステッチだったりとかパーピングがパープルに変わっています。であとこちらを見ますとオプションでこの部分が変わっています。でそのダッシュボードのそのステンのねデザイン、ここですね、これは、はい、あの最終どうしようかなって、もともとは何もない状態なんですけど、はい、せっかくなのでオプションもあるっていうことで、うん、最後の最後にじゃあもうこのねオプション装備を入れようって、はい、やっぱりねもうこのデザインがなかなかないですし、はい、そうですね、より高級感が、そうだからここまでもオプションだらけだったら、うん、最後にももうこれつけてもいいんじゃないっていう風でつけましたよね、うん、そうですね。上見ますとスターライトですね、シューティングスターヘッドライナーって言ってね、カリナンからまあ、流れ星のように、うんうん、あの LED がカリナンから、ね、まあ、流れ星のように、うんうん、あの LED が流れますよね、多分流れますよね。これはもうね、はい、必要な必須アイテムですね。ロールスロイスになるならもう、うん、やっぱつけたいねっていう、はい、つけたいですね。ちょっとじゃあ後席いきますか、はい、まずはやっぱりさっきも薬師さんとお話したようにこのカーテンも、カーテンですね、後ろリア、そして左右のリア、はい、電動カーテン、これもだいたい90万円ぐらいのオプションです、うん、閉めるとよりプライベートが、もう真っ暗、そうですね、はい、真っ暗です。本当に過ごしやすいあの後部座席になってますね。はい、ちょっと乗ってみます。よいしょ、はい、こちらにですね標準でこちらのテレビがついているんですが、オプションでこちらのピクニックテーブルがついています。あとヘッドライトもこのシリーズ2から独特になりましてね。そうですね、一回じゃあちょっと見てもらって、フロントからパッと見でシリーズ2って分かるのがこちらの下のキラキラですね。今回は本当にもうオプションにこだわっていろいろつけて思い切ったあの外装色にして、はい、オプションも満載で
思い入れのある、新型のファントムです、はい、でここからお客様に購入していただいて、エグゼとしてはここからマンソリーとかちょっとカスタムも加えたいかなっていうのが理想です、はいはい、ではご覧いただきありがとうございます。